はい、どうも、なにわ将棋会の久保です。ということで、本日はマツダスタジアムで行われましたですね、広島カープ対中日ドラゴンズの試合ですが、見事に中日ドラゴンズが勝ちました。すごい。さすがでございます。はい、4対1ですかね。今回の先発が柳さんということで、7回と2アウト、まあ、7.2 回投げて被安打4の奪三振が4、そして失点が1ということで、今季2勝目をすることができました。すごい、素晴らしい。ということで今回、いきましょうか。せーの、ドラフォー。ありがとうございます。ということで今日の試合展開を、言っていきたいと思います。まず、スタメンから言っていきます。1番センター大島選手、2番ショート京田選手、3番レフト福田選手、4番ファーストビシエド選手、5番サード高橋周平選手、6番セカンド阿部選手、7番ライト井領選手、8番キャッチャー木下選手、そして9番投手柳さん。ということで、まず、柳さんの今日のピッチング、そして、攻撃の方、まあ、順番に言っていきたいと思います。まず1回3人でまず終わらせて、3アウトで三者凡退に終わらせ、柳さんの最初の立ち上がりでございましたね。まあ、1回から、いいスタートダッシュ切れて、でここからどうなっていくのかなっていう感じでしたけども、2回ですね、周平さんのですね悪送球で、一度セーフとなるんですけども、なんと、まあ、鈴木誠也さんだったんですが、一回、まあ、ビシエドさん、悪送球でビシエドさんの足が離れたというので、リクエストになるんですね。で、結局、それが、ビデオ判定でセーフに覆りましたが、まあ、なんとかダブルプレーなので、3人で終わらすという、まあ、無失点で決めてることができました。はい。そして、3回も、一回と同様、3人で終わらして、三者凡退。すごく見てて安心するピッチングで、このままね、無失点でいってほしいなっていう感じでしたけども、まず、3回終わって無失点、そして、4回の表攻撃の方ですね、周平さんがですねノーアウト1・3塁での場面でセカンドゴロの間に1点を取ります。はい。まあ、ここダブルプレイにならず、なんとかね。はい。ここも1、3塁でなんとか。周平さんはセーフになる。そして、井領さんが、2アウトの場面で、センターへタイムリーを打つという。はい。で、ここでね、菊池さんにちょっと取られかけたんですけども、まあ、なんとか、打てたという。はい。ここで2回で、0対2、0対2になります。はい。そして、4回裏ですね。まあ、西川さんにヒット打たれるも、なんとか無失点で、4回の裏、抑えるという展開になりました。ちなみに今、西川さん、広島西川さんなんですけども、今僕が住んでる家から、西川さんの中学の母校ですね、結構近くて、はい。自転車で行ける距離なんです。歩いたらちょっと遠いんですけど、自転車で行ったら結構近いです。はい。めちゃくちゃ近い。垂れ幕みたいな、西川さんがプロ野球、広島カープに入団みたいな垂れ幕が学校に貼ってあるんですけど、と思って、はい。今日スタメンで出られてましたけどね。うん。そして、5回の裏、柳さんのピッチングですけども、ここもダブルプレーなので3人で終わらせるという結果になりました。そして6回表ですね、
まず医療さんがワンアウト満塁の場面でフォアボールを選び押し出しの1点を追加0対3にします。はい。そして、柳さんがですね2アウト満塁での場面でバットに当てたボールが投手の前に転がるんですよ。そして、菊池さんが、ボールを取れず、0対4になります。はい。ファンブルかなんかですよね記録が。これはラッキーな1点だったなと思います。はい。そして7回裏も3人で終わらせる、6回の裏は3人で終わらせるという結果になりましたね。はい。6回もダブルプレーなので3人で終わらせて、そして7回も3人で終わらせるという結果になり、で8回、菊池さんにヒット打たれ1点を取られます。1対4。そして、2アウトを取ったところで柳さんがマウンドを降ります。はい。そしてマウンドを降りて、岡田さんがマウンドに上がります。そして、代打で出てきた長野さんをライトフライに抑えて3アウトで8回終わらせるという、いやさすが岡田さんって感じでした。はい。そして9回ですね。9回が岡田さんがマウンド降り、マルティネスさんが上がります。で最後大林さんをファーストゴロに抑え3アウトでゲームセット。いや今日は見事勝てました。いや安心して見えましたね。はいはい。この試合の流れで僕が、今回の久保 MVP はもちろん柳さんです。2勝目おめでとうございます。はい。まあ来週もね期待してみましょう。はい。それでは、まあこれは毎週僕がやってるんですけども、僕がそうですね、次が明日が休みなので、金曜日ですね、金曜日の予想オーダーを久保が考えるコーナーです。やっていきましょう。はい。1番ショート京田選手、2番センター大島選手、3番レフト福田選手、4番ファーストビシエド選手、5番サード高橋周平選手、6番セカンド阿部選手、7番ライト根尾選手、8番キャッチャー木下選手、9番ピッチャー大野投手の、僕のオーダーの予想です。はい。ですね、まあ今日のスタメンとほぼほぼ一緒ですね。1番と2番変わって、7番今日ライトで医療選手が入ってたところに根尾選手が入るんじゃないかなと。いう予想でございます。はい。そうですね、まあキャッチャーとピッチャーのコンビは変わらず木下さん、大野さんのバッテリーでいくんじゃないかなという予想ですね。はい。ということで、今回は見事勝ちということで、続いて2日後に行われます大野さん、頑張ってください。はい。ということで、さよなら。おやすみなさい。ドラゴンズ、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 おい。